候の変化や環境の変化などのストレスにより体に不調が現れることがあります。疲れやすい、頭痛やめまいがする、よく眠れないなど不調がひどくなるような場合は自律神経失調症が疑われます。自律神経とは、心臓や胃腸、血管などの様々な器官の働きをコントロールしている神経のことです。自律神経には、緊張や興奮している時に働く交感神経と、リラックスしている時に働く副交感神経があり、互いに反対の作用をしてバランスが保たれています。自律神経失調症とは、どちらかの神経の働きが強くなりすぎたり、機能が低下して調節が効かなくなり、バランスが崩れた状態のことです。自律神経のバランスが崩れると、体や心に様々な症状が出始めます。体に現れる症状には、全身の倦怠感や疲労感、不眠、めまい、頭痛、体のほてりや冷え、肩こり、むくみ、動悸、便秘や下痢などがあり、心に現れる症状には、不安定になってイライラする、感情の起伏が激しくなる、不安感、うつ症状などがあります。自律神経失調症は臓器そのものの問題ではなく、それをコントロールする神経あるいはホルモンの障害であり、さまざまな要素が絡み合って起こると考えられています。その要因の一つは、過労などから来るストレスや栄養の過不足から来るホルモンのアンバランスが体の調子を乱してしまう代謝異常です。40代後半から50代前半にかけて訪れる更年期の症状も、女性ホルモンの減少によって自律神経のバランスが崩れて起こる病の一つです。これ以外にも、末梢の毛細血管への血流が悪化し、末端の自律神経の働きが悪くなるといったことも原因になります。栄養のバランスが崩れると症状が出やすくなります。食事で大事なことは、主食にお米をきちんと食べることです。特に玄米を食べると、精神安定に必要なビタミン B 群、ビタミン E、 鉄、カルシウムなどを摂ることができます。玄米に含まれる食物繊維が腸を刺激して腸が活発に動くことで、副交感神経を刺激し免疫力の回復にもつながります。食物繊維は野菜や海藻、キノコ類にも含まれているため、玄米と合わせて毎日摂りたい食材です。また、豆や豆製品に含まれるトリプトファンは、脳内の神経伝達物質の一つであるセロトニンを生成します。不足すると神経バランスが崩れやすくなるため、豆に摂るよう心がけましょう。自律神経を整えるのに効果のある食材や栄養素を紹介します。ビタミン E はホルモンバランスを正常化してくれます。血行が良くなり、神経の働きが向上します。ピーナッツやアーモンド、ごま、玄米などに含まれています。イソフラボンからは、骨粗鬆症や更年期の症状を防ぐ植物性エストロゲンを補給できます。大豆や大豆製品に多く含まれています。ビタミン C は副腎に多量に存在し、ストレスに対抗するホルモンの生成に役立ちます。指定野菜に追加されたブロッコリー、ピーマンやキャベツに含まれています。ナイアシンは睡眠時に安眠を促してくれます。カツオ節、落花生、かぼちゃなどに含まれています。マグネシウムは筋肉の緊張を緩める作用があり、精神の安定をもたらしてくれます。ひじき、玄米、ごまなど和食に使われる食材に多く含まれています。カルシウムはイライラを鎮め、精神の安定をもたらします。ホルモン不足による骨粗鬆症の予防にも役立ちます。小魚、モロヘイヤや小松菜、ニンニクなどに含まれています。自律神経の乱れは肌荒れや乾燥肌など肌にも影響を及ぼします。肌の健康を守るビタミン A、ビタミン B 群、ビタミン C、ビタミン E を含む緑黄色野菜や、元気な肌を作る植物性タンパク質を摂ることもおすすめします。
また、冷えは体の中の血液やリンパの流れを悪くして、免疫力を低下させてしまうため、ボディウォーマーなどで冷えを防いだり、お風呂はシャワーだけでなく湯船に浸かったり、体を温めるものを食べることも大切です。整腸作用や体を温める作用があるくず粉でとろみをつけることで、料理が冷めにくくなりますから、ぜひ活用してみてください。自律神経を整えるために、まずは生活習慣を見直してみましょう。食事の時間や就寝時間を規則正しくして、体内のリズムを整えることが大切です。特に夜更かしや朝寝坊は、自律神経にとっては大敵。睡眠は交感神経の緊張を緩めて副交感神経の働きを良くし、その作用で消化吸収や排泄といった腸の働きを活発にします。ストレスにさらされることの多い時代ですが、ゆったりとリラックスできる時間を設けたり、料理を作っておうちご飯を楽しむのはいかがでしょうか。株式会社玄米酵素では、日本に古くから伝わる食の三原則を基本とする食の考え方を食事道と名付けて、普及と実践に努めています。食事道の一つ、適応食、日本人に適したお米を中心とする穀物や、野菜中心の日本の伝統食を心がけましょう。新土富士、自分の住む土地で採れた旬のものをいただきましょう。一物全体食、食物は全体で一つの命、それを丸ごといただきましょう。実は、食と環境問題は密接につながっているため、食事道の実践は、日本の伝統的な食文化を見直すだけでなく、今話題の環境問題にも大きく貢献します。適応食のお米を選んで食べることが、田んぼを守り、洪水を防ぐことにつながります。地元で採れた作物や食品を食べることで、エネルギーなどの無駄遣いを減らすことができます。一物全体食の考え方は、食材の廃棄をできるだけ出さず、食品ロスを減らすことができます。自分たちの健康にも良く、環境にも貢献できる食事道を実践してみましょう。